食べるなです。関東予選優勝しました。よし2012年から予選落ち、予選落ち、予選中ともう勝てなくて、やっとだなって感じが本当に3年ぐらい前ぐらいから民族音楽を主軸にしてビートボックス始めて、民族音楽やってる人って世界でもエッセンスは取り入れてもそれをメインでやってる人って基本的にいなくて、一つ一つ手探りで、まあ、それで何度も何度も挫折しそうにはなったんですけど、最後はもう意地で自分の中では子供というか自分の分身ぐらい愛情を持っているスタイルなので、負けずにてっぺんまで登ろうって思ってます。今回から7都市、全部で7都市になって、まあ、チャレンジできるタイミングが増えたと思う。その最初の大会で、1抜けしたので、本戦で待ってるよ